やった。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大樹の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。行く。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命は、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。まとめて相手して。手は手だ。わかりました。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれんな。了解です、兵長。この班の意味は。俺の監視者。行く。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。まずい。このままでは追いつかれます。止まるな。そこのクソガキのことを第一に考えろ。俺の敵だ。費やすわけには。手出しなよ。了解しました。まとめて相手して行く。よくも仲間を死ね。味方が戦ってます。早く援護しなければやられます。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて、誰があいつを止められるんですか。手はするなよ。俺の敵じゃない。わかりました。どうしたの。
ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。このまま潰す。いや、すぐに片付けてやるぞ。死んだ。助けられたかもしれないのに。俺の敵じゃない。どうして化け物。目立ってるなよ。すみません。後方に回って巨人を止めます。しかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。面白い気がしやがる。まとめて相手。すみません。お前ら腹をくくれ。邪魔な巨人め。面白い暮らしやがる。まとめて相手して。ヘラするな。了解しました。見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。まとめて相手してやる。行く。援護感謝します。後ろは任せてください。やだ、押されてるじゃない。行く。力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、まさか。私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。
俺とは一旦別行動だ。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。今！あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。